8時20分から、3位決定戦インドネシアとの一戦があります。もちろんこう悔しい思いもあるかもしれませんが、しっかりとこう勝ち切って、最後日本らしいバスケットで勝ち切り、ぜひとも銅メダルを獲得してほしいなと思っています。ぜひ皆さん8時20分からの配信も一緒にご覧になって、日本女子を応援しましょう。